どう？いいでしょう。ちょっと古いけど、畑で野菜も作れるし、台所とかお風呂もちゃんとついてるからね。地主が欲しがんのもわかるでしょう。ああ、確かにな。俺も気に入った。よし、決めたぞ。え？決めたって、何を？さっき言っていたよな、この子の借金を返す当てが欲しいと。ん？うん。なら俺がその当てになってやる。え？どういうこと？わからないのか。俺がこの子の借金を返すということだ。信じられない。そりゃありがたいけど、いいの？借金100両だよ。100文じゃないよ。ああ、だが俺もそこまでお人よしじゃない。条件が2つある。条件？ああ、1つ目の条件だが、この家は俺の別宅にさせてもらう。別宅？そうだ。たまにはこうした田舎でのんびりと自給自足の生活を送るのも悪くない。なるほど。確かに野菜作りや料理もできるから、別宅には最適かもしれんね。もう一つの条件だが、お前には今まで通りこの家に住んでもらう。どういうことです？俺にはまだ今日の町でやらなければいけないことがたくさんある。ここで毎日過ごすことはできない。だからお前にはこの家に住み込みで家事や掃除をしてもらいたい。そうすればお前もこの家と離れずに済む。借金の苦しみからも解放される。なるほど。すごい。まあ、俺みたいなむさ苦しい男と暮らさなきゃならんという新たな問題は発生するかな。ただ悪い話ではないはずだ。どうする？本当にいいんですか？借金を肩代わりしてもらって、その上私もこの家で住ませていただくなんて。ああ、確かに少し高い買い物ではあるがな、俺も一応武士だ。二言はない。ありがとうございます。よろしくお願いします。決まりだな。やったー、よかったねー、よかったは。はい。そういえば自己紹介がまだだったな。俺は斉藤だ。お前は？はるかと言います。はるかか。じゃあこれからよろしくな、はるか。はい、よろしくお願いします、斉藤さん。
斉藤さん、いってらっしゃいませ。ああ、はるか、ちょっと出てくる。あ、はい、何とぞお気をつけて。硬いな。え、何がです？はるかの俺への態度だ。これから一緒に過ごすんだ。もっと気さくに接してくれて構わない。あ、はい、わかりました、斉藤さん。どうするか。ひとまずその斉藤さんという呼び方を変えてみるか。では、なんて呼べばいいでしょう。そうだな。はじめちゃん。なんてどうだ。はじめちゃん。ちょっと違和感を感じますね。逆に呼びにくいかも。そうか、まあ確かにな。それじゃあ、あだ名で呼ばれるのもいまいちピンとこないしな。となるとおじさんとかか。おじさん、確かに、なんかすごくしっくりきます。なんでだろう。まあ、もともと老け顔だからな。実際の年はまだおじさんというほどでもないが。あ、ごめんなさい、失礼でしたよね。いや、言い出したのは俺だし構わん。お前が呼びやすければそれでいい。どうだ、呼びやすいか。すごく呼びやすいです。ならそれでいい。これからはもっと打ち解けてくれ。じゃあ行ってくる。あ、はい。はいじゃない、うんでいいぞ。うん、行ってらっしゃい、おじさん。あんな負け方しとるやつ見ると正直怖なるな。